はいどうも、ゴーのゴーゴー TV です。今回はこちら。ちょっと立たなかったんで寝かしてあるんですけど、仮面ライダーぶっ飛ばソウルモットラムネ2ということで、今回はこちらを6袋ですね。2、4、6ということで、この6袋を開封していきたいと思います。今回は全12種類ですね。今回もですね。今回も12種類ですね。全12種類で。ラインナップはこんな感じで、星4から仮面ライダービルド、ラビットタンク、ハザードフォームに仮面ライダーローグ。で、星3が仮面ライダービルド、ラビットタンク、スパークリングフォーム、仮面ライダークローズチャージ、仮面ライダーグリスと。で、星2が仮面ライダービルド、海賊列車フォーム、仮面ライダービルド、オクトパスライトフォーム、仮面ライダービルド、フェニックスロボフォームにリモコンブロス、エンジンブロスと。で、エナジーアイテムが魅了と相棒という全12種となっております。今回の狙いは仮面ライダーローグが、もっと06の時に出なかったんで、ローグが欲しいのと、で、まあ、あとは、言わずもがなのエナジーアイテムの魅了と相棒。こちらも、ガシャポンの方ではゲットできておりませんので、まあ、とりあえずその辺を狙って開封していきたいと思います。あ、裏は、まあ、特に何も書いてないですね。はい、ということで、開封していきたいと思います。はい、では、開封していきたいと思います。とりあえず仮面ライダーローグとエナジーアイテム狙って開封していきます。では、もう一つ目からいきましょう。では、一つ目。せーの。ドン。お、これは仮面ライダービルド海賊列車フォームですね。レアリティに。さあ、じゃあ二つ目。ちなみにラムネも入っております。まあ、もっとラムネっていうぐらいですからね。では二つ目行きましょう。これちょっと手探りで一回触ってからやるので、QR コードドンと来る可能性ありますからね。あ、これ、あれですね。こうします。せーの、ドン。お、これは仮面ライダービルドのフェニックスロボフォーム。レアリティ2。さあ、じゃあ3つ目。これも多分こういう感じですね。さあ、じゃあ3つ目。せーの、ドン。お、これは魅了じゃないですか。これはエナジーアイテムの魅了。来た。エナジーアイテム来た。やった。とりあえず一つはゲットできました。魅了。さあ、四つ目。これは正面で撮るな。これなんでなんすかね。全部なんか入れてある向き共通にしてくれればいいのになんか逆なんすよね。はい、じゃあ四つ目。せーの、ドン。あ、今見えましたよ。相棒じゃないですか。2連続エナジーアイテム来た。エナジーアイテム相棒。よし。とりあえずこれであとはローグが出れば完璧。さあ、じゃあ5つ目。あ、これもこういう感じですね。さあ、じゃあ5つ目。せーの、ドン。お、これは仮面ライダービルドのラビットタンクスパークリングフォームですね。レアリティ3。さあ、いよいよラストですよ。ラスト。ラスト。どれが仮面ライダーローグなんや？あ、これ、これですね、これ。この蹴りタイプ。蹴りタイプのやつ。これが仮面ライダーローグですね。で、これはこっちですね。こっち向きにして。やばい、見えそう。さあ、緑色のメダルなら勝つ可能性がある。せーの、ドン！おう、オクトパスライトフォーム。仮面ライダービルド、オクトパスライトフォーム。ということで、残念ながら仮面ライダーローグは出ませんでしたか。とりあえずまあエナジーアイテム2つ出てくれたのは、これはもうめちゃくちゃでかいんで。とりあえずまあこれ一回開けて見ていきたいと思います。はい。では今回ゲットいたしましたメダルを見ていきましょう。ではまずは星2からいきましょう。こちら仮面ライダービルド海賊列車フォーム。レアリティ2の残タイプ2600でビルドですね。はい。で、2枚目がこちら。仮面ライダービルドオクトパスライトフォーム。レアリティに特タイプの2500。で、仮面ライダービルドですね。で、3つ目がこちら。仮面ライダービルドフェニックスロボフォーム。レアリティに蹴りタイプの2700で仮面ライダービルドと。まあ、全部ビルドですね、今回。はい。で、4つ目が仮面ライダービルドラビットダンクスパークリングフォームですね。こちらがレアリティ3のダタイプの3700と。かっこいいですね、なかなか。何気に、
モット06の排出で30回上げて星3ゼロでしたからね。結構星3ってレアな気がします。はい。でこちらがエナジーアイテムの魅了ですね。これどんな演出か僕見たことないんですよね。だいたい自分のエナジーアイテムでゲットできなかったものはなんか他の方が上げてる動画で、まあ、見たりとかするんですけど、魅了はどんなやつか見たことないですね。はい、ちょっと楽しみなんで、またこちら使ってきたら、まあ、今更ではあるとは思うんですけど、まあ、動画作れそうであれば作って、まあ、セカンド5号の方に上げたいなと思います。はい。で最後がこちら、こちらもエナジーアイテムの相棒ですね。こちらの S を僕見たことないんですよね。はい。ですので、まあ、こちらもまた動画撮ってくることができれば、またセカンド5号の方で上げたいなと思っております。はい。ということで、まあ、今回はちょっと仮面ライダーローグが出ませんでしたが、とりあえずエナジーアイテムがこちら2つ出てくれて本当に良かったなと思っております。まあ、またこのような感じで仮面ライダーぶっ飛ばソウルの、まあ、こういった感じのメダル付きの食玩なんか発売されれば、また買ってきて動画作っていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。